です。今回ですけども堀江さんのチャンネルで関わりたくない人っていうの名前挙げられてたんです。ヒカルさんのことですか？そうなんですよ。本当だ。あまり絡みたくないなんですよ。僕はちょっと関わってたバリューってサービスがそうですね、めちゃくちゃになっちゃったんで、はい、言ったじゃんっつって。別にインチキをやってるわけじゃないんだけど、はい、要はそのこういうことをやってたりとかしそうだなって僕は思ってたんですよ。まあそうですね、物のいいことにしましたね、うん、で俺は社長に言ったの。絶対やめとけよっつって。あ、そうなんですね。俺はだから、はい、社長に言ったの、はい、いや止めてほしかったそれを。お前ね、はい、あいつの動画見ただろうと。もうだってもう激アにガチンコで突っ込んでいった男が何をするか大体想像できるだろうと。いやでも本当に当時止めてほしかったっすね、それだったら本当に。ちょっと無駄遣いしてまうかもしれんな俺。俺もするわ。ちょっと何かするかもしれんな。安いヘリ買うわ俺。あ、それだったら俺ジェット買おうとしてるんですよ。え、ホンダジェット。はい、一口かもうと思ってるんですよ。共有で堀江さんに言われたんでしょ。そうっす。断った言われて、はい、でも堀江さんの力説されてめっちゃリーディーかなってました。うん、そうっすね。結果こっちの方が安いでというか楽やでっていう、で要はタクシー乗った方がええでっていう理論に近いというか。6億ぐらいでしたっけ、なんか覚えてないけど。一口1億なんでですよね。好きなんで、まあ元は6億ぐらいですね。そうです。だから次新型が15億ぐらい出るみたいな。ジェットなんかすごいな。それこそ公演会やられたらジェットあったらめっちゃ便利ですよ。確かに。結構マジでもったいないなと思ったことがあって、すごいさ可愛らしい性格してない？なんか可愛らしい性格してるから、もうカリスマとか背負うのやめれへんと思って。可愛い性格してると思うの。今回先輩に可愛がられる性格ちょっとね、俺分かるのしてるのに、変にカリスマとか背負ってるから上から可愛がられないっしょ。まあどうなんですかね。でも確かにあんまりその上の人とから、まあ仲いい人は仲いいんですけど、可愛がってくれる人は可愛がってくれるんですけど、やっぱ結構年離れてるんで可愛がってもらえないですね。年近い人はそんなにでしょ。なんかちょっととっつきにくいイメージが、自分からとっつきにくいイメージをつけてる。そう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 。まあそうですね。でもカリスマも背負っちゃったんでね。いやもういらないっしょ。外しようがないっすね。カリスマいらねえだろう。